こんばんは、ファンタスティックスのパフォーマー澤本夏樹とボーカルの中島聡人です。今週のファンラジもこの2人でお届けします。よいしょよいしょ。安心感がありますね。安心感ね、はい、決まらずやってますからね。やってますから本当気まますぎて全然やってないですので、ちょっとファンの方に注意されるっていうね、はい、でもちゃんとこうやってラジオで届けられるの嬉しいですよね。自分たちラジオ好きとしては、来た、ソウタと俺ペアだね。でちょっと上がる、嬉しいですよ。そしてまあいつものんびり気ままな2人ですけども、うん、はい、それとは逆に最近焦ったこととか慌てたことありますかと。焦ったことあるんですね、はい、焦ったっていうか僕、はい、昨日深夜散歩してまして、まあね、いつもね、なんかすげえ幸せそうなカップルが向き合って話してるなと思ったんですよ、うん、で僕そこまあすれ違う心配が勝つな楽しみより会話のすれ違うタイミングで、はい、なんかだんだん近づいていくんですよ2人が、うん、まあ俺はこの心の中で、うん、路上だぞ路上だぞって思いながらね、うん、でチラッと本当もう真横そう通り過ぎるタイミングで僕はもう、うん、本当に横目でガッツリ見せたら、そしたらチュッてやれチュッてし始めて、まあ、はい、でその後通り過ぎて振り向いたらまだしてるんですよ。あら、ああ路中って、路中って言っちゃった言っちゃったわ。いや僕今の方がドキドキしてました。そのこの人何の話するんだろうって危なかったけどチュッてしてたんですね。いやなんかちょっと戻ってきたなって思ったそういうことか。そうそうそう、いろんなね、いろんな世の中が、いろんな世の中が、まあ、なるほどね、もうそういうのもおむつでやっていく時代になってきたのかな。いやいや、まあまあ場所はねわきまえてからのですけど、まあ、幸せならいいですよね。幸せなちょっと気持ちいただきましたよ。いいですね。あります、ソウタ。僕はね、うん、ちょうどこの前のライブで、あのボーカルが一回はけてダンストラックあるじゃないですか、うんうんうん、でダンストラックして、で世界さんが最後終わるんですけど、世界さんの音って結構変わったりするじゃないですかそうだね、曲何回か変わるね。曲変わって、その日も初めての曲だったんですよで、あ、まあ曲変わってるなー、うんうんうん、若干終わりわかんないなっていうそのどこで終わってすぐボーカルが出ていいかわからなかったんで、でも世界さんのダンスがヤバすぎて、うん、袖で見てたんですよ、うんうん、じゃあもううわーってなってたら終わってやべやべって爆走でギリギリ間に合ったんですけど、そうだ、2階から上がんなきゃいけないけど1階で見てるからねあれはちょっと焦りましたし、ね、あとそのライブの世界さん、うん、あのスタッフさんを出してきてステージにですよ急にね、で、まあ、一緒に踊るみたいなコーナーがあるんですけど、うん、まあそのスタッフさんのカツラをバンって取ったんですよねカツラバンって取ってスキンヘッドの男が残って衝撃的だ、みんなが「えーみたいな、澤さんとかめちゃくちゃびっくりしましたね爆笑しちゃったよなんかまずだって入ってきた時点で、うん、あれこんなスタッフさんいたっけなと思ったの。まあまあ若干ね、え、なんかのサプライズなのかな、世界さん横須賀出身だからなんか世界さんに関係ある人なのかなと思って見てたの。そんな考えてたんですか。めっちゃ考えてた。でもめっちゃ踊ってるからとりあえず一緒に盛り上げるじゃん。でなんかある音のきっかけで世界さんが頭に手を置き始めて、うん、何をするんだと思ったらびっくりしたペロモンっていやね、あれはすっごかったっすよ ね、まあ撮った瞬間ああの人だってなって、ね、まあまあまあ撮った瞬間には気づきましたけど、お客さんは多分ちょっと引いてました。いや多分驚いてね、一番焦ってたんじゃないですかお客さんが。いいのみたいな、やっちゃいけないとこ行っちゃったんじゃないかってなんかそれはね最近の慌てたことだったなって、うん、慌てたね、思いましたけども、はい、はい、そんな感じで幸せな日々を過ごしてますはい、今日のファンラジはふつメールの回ということで、最高、ファンタジスタの皆さんから送っていただいたふつメールにどんどん答えていきたいと思います、はい、ということで僕たちファンタスティックスとファンタリスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートで す。ちょっと遅れてくれてFM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあそれでは早速ファンタジスタのみんなからいただいたふつメールを紹介していきたいと思います。よいしょ、いきますよはい、ファンタジスタネームソタリンゴさん。おい、ソタリンゴ、皆さんこんばんは。こんばんは。先日ファンタのことを詳しくない母親と一緒にファンタの過去のバラエティ番組を見てました。おう、すると突然母が「息子にするならこの子やね」と真顔で堀夏くんを指さしました理由を聞くと一言、
育てやすそうだからと言われました。突拍子もないことを言い出す母親に笑いが止まりませんでした。ファンタの皆さんがもし自分がメンバーの親になるとしたら誰を選びますか？ちなみに私が育てたいと思うのはゆうせいくんです。理由はご飯の作りがいがあるからです。そこかかっこ食費に苦労しそうですが点点点。なるほどね。あ、堀夏くんなんだ。育てやすそうってそうかな。なんか家でクールな感じもするけどな、ね、どうなんだろうね、まあ、真面目は真面目だっていう感じですかな。しっかりしてて、まあ、確かに反抗とかしなさそうだよね。うん、へ、誰、俺が親になった場合ってことだよね、自分が。はい、いや楽なのは絶対沢さんですよ。あ、まあ、だって何でも自分でやっちゃうよね。そうなんで、あと家事とかも多分、うん、あ、やっといたよって言いそうな、するかもしれない。先に、ありがとうってなるんじゃないかなっていう。楽できそうってことね、うん、ただそのちょっとご飯作るの緊張するなぐらいです。いやいや、お母さんしれっとなんか違 う, こう調味料かけてそうな感じが。あ、それぐらいですかね。あとはだって全部やってくれそうだし、真面目だしみたいな感じはしますけど。なるほどね。誰の親か、まあ、もうその根本的には絶対僕ですよ、僕は自分で言うんだよ僕の親が一番楽だなっていう。あ、そういうことね、自分が息子するなら中島くんかなっていう。そうだったら楽だね。そうだったらもう真面目でいい子だからね。ああ、あれ急にいや、そうでしょケントとか大変そう。あれ、何ですか、昔洗濯物畳んで干してたからさあれびっくりしましたよね。この多分ファンナチで言い過ぎてる可能性ある。こすってる、こすってる、こすりすぎてる。うん、もうみんな知ってる。でも別にケントも認めてるもんね、うん、でも初めて知ってる方はこんな軽くスルーしちゃったら、え、何のことってなっちゃう可能性もありますけど。そうだね。でも今ちゃんとちゃんと干してるから当たり前じゃない。大丈夫まだだって中学生、あ、高校生か。そうですね、高校生で高2と高3と本当何も知らないレベルだったから仕方ないね、うん、あれは。な、誰かいます、この子だな。そうた、うん、ありがとうございます。楽そう、やったやったこんな嬉しいんだ。お互いお互いを息子として考えてるやん楽そうだもんマジで。いや、ゆうせくん大変じゃないですか。いや絶対大変。ご飯めっちゃ大変だぞ多分、うん、ご飯も、ね、まあでも作りがいはあるな確かに。まあそうかもね、料理大好きなお母さんだったらいいかな。はい、確かにね、まあ、真面目は真面目だから、あとありがとうとかもちゃんと言うから。そうだね、そこは親としてはいいですよね。まあね、うん、そんな感じでしたね。はい、澤さん行きましょう。面白い質問を続いてファンタジスタネーム桃夏さん。桃夏さん、こんばんは。こんばんは。ここでいきなりなのですが、はい、ファンタの皆さんはこれだけは絶対に我慢できないということは何かありますか？私はラーメンがすごく好きなのですが、1週間の半分をラーメンで締めてしまいます、うん、ラーメン我慢するって宣言してもすぐに食べてしまい、結局我慢できなかったんだなっていつも自分にツッコミを入れています。ファンタの皆さんが我慢できないことって何かありますか、教えてくださいということです。あー、もう喋ることですかね。あー、なるほどね。もう本当に多分我慢できないかもしれないです。なるほど。メンバーといたりとか、ずっと喋ってるもんな、移動とか。あー、どこどのタイミングでも喋ることはもう我慢できない。確かに、ずっと誰かしら喋ってるねはい、そのイメージあるわ。うん、一人楽屋とか逆にストレスですもんああ、ちょっと誰かと話したいなみたいなそうっすね、まあ、楽屋にいないよね、そしたら多分もう廊下でずっと誰かと話してる。あれよくないですよ僕、まあ、ボーカル部屋とパフォーマー部屋って分かれてるじゃないですか。で、まあ、ボーカル部屋ゆうせくんも負荷の飯とか行くんですよ結構、うんうん、取りに行ったりとかで一人になることが多くて、うん、ちょっとパフォーマーの楽屋ちょっと入り口入った瞬間もう 4,5 人がわー入ってくんなっていうノリあれよくないですからノリじゃん。あなたも率先して言ってますよ大きい声で、おいパフォーマー楽屋入ってくんなってみたいなねちょっとよくないですよあれは。で俺らは別にボーカル楽屋ガンガン入る、ガンガン入ってるケイトと大輝くんなんて一番入ってるのに一番入ってくる、ずっといるよね、はい、むしろなんかボーカル楽屋でメイクしだす人いるよね違う、確かに。だからあの時も言ってますよ僕らは、ゆうせいくんとケイトが言ってんの、わー入ってくんなーってね、仲いい証拠ですよ。まあまあまあ確かに仲いい証拠。まあそうだね、喋ってるね、そうだわ。沢さん、我慢できないことか、まあ、これラーメンも一緒だけど俺、うん、動いてないと我慢できない。いや沢さん本当そうですよね。もうね筋肉が固まっていくのがねもう分かるのよ、
感じるタイプですか、それを。もうだから新幹線とかさ飛行機とかずっと座ってるじゃん、はい、だからまあ1時間座ってるともうあここの右のケツの筋肉固まり始めてるみたいな。そういう考えなんだ。そうだから足組んでストレッチしたり、あちょっと座り方ずらしたり姿勢よくしたり、うん、姿勢こう右に向けたりみたいな、あやらないとあの無理。だから散歩してるんですか常に。それもあるかも。あの本番の後とかの散歩は一番体がリラックス。いやその2公演した後とかに散歩行くじゃないですか。昨日もそうだよ、2公演して帰って飯食って深夜散歩してるもん。いやどんだけ元気なんすか。どんだけ歩けます、その、どんだけでもいいですよって言われたら。距離わかんねえな。何時間とか。まあ、今日はスケジュール的にも余裕だったから、はい、今日が本番とかだったらそんな歩かないけど、歩くな。でも歩くでも本番じゃなかったらまあむずいね。渋谷駅から、はあ、新宿まで歩けるね。結構歩くないですか。ちょうどいいよ、あの意外とあっという間だよ。まあまあまあそっか。うん、まあ、道も楽しいですしね。あとでもこの季節もまたいいね。まあ確かに涼しいから、はい、ちょうど歩きやすい。僕は人多いとテンション上がるタイプなんですけど、うん、散歩に人は必要ですか。一緒にいる人ってこと。いや、あのもうその周りに。あーだから深夜とか俺歩くから別に人気にしてないかも。まあいても別にうわ面白い人いるなと思うから、あんまそこ気にし、まあ路中見てるしな。そういうのがあると面白い。だから深夜のが面白い。ああそっかそっか。ことは多い。なんかすんげえ酔っ払いいるとか。あ気をつけてください。いやでももっと危ないからサラさんの方が。なんでだよ。元気に歩いてる方が。俺普通に散歩してるだけだから。なるほどね。じゃあまあ我慢は。だからどっちもなんかこういても立ってもいられなくなる系ですね。ちょっと似てるかもね。その感覚で言ったら。確かに確かに。たくさんのねメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。アゲアゲでいきましょう。それでは聞いてください、ファンタスティックスで Can't Give You Up。 FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と中島壮太がお送りしています、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。今日はふつメールの回ということで引き続きメールを紹介していきます。はい、ファンタジスタネームホタルさん。はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴してます。ありがとうございます。ちょっと気になったのですが、皆さんはライブ前後にこれはやらないようにしているということありますか。私はライブ後はファンタスティックスさんの曲をあえて聴かないようにしています。生で聞いた雄星壮太の声を、そしてライブならではの臨場感をなるべく忘れないように、当日中は帰りの電車でも聞きたい気持ちを抑えて帰宅しています。前のルーティンなどインタビューなどで聞いたことあるのですが、やらないことは聞かれたことないかなと思いすごく気になりました。もし何かあれば教えてください。すごい、ありがとうございます。でもそれ意外ですね。なんかあの聞いて思い出す感じで帰る人って多いじゃないですか、うん、ああそうだね。そっか、そういうパターンもあるのか、うん、この人はその感覚を多分忘れないように、ずっと頭の中で、そうだね、無音で考えてるのかな。じゃあ覚えてやつ、うん、とかなんかメモってんじゃない、こういうことしてたなみたいな。あー確かに忘れないうちにね。そうそうそう、あそれもあるのか。やらないようにしてることね、ある。ソータとかありそう。ボーカルなんかいろいろ気にしてそう。だから本当ボーカルの中でも多分僕気にしないのがやりやすいタイプなんで。あそうなんだ、はい、だからそのルーティーンとかも絶対これしたいっていうのも持ってない感じにはずっとしてるんですよ、はあはあ、ただそのちょっとスパイシーな辛いものはやめてるなぐらいですね。あやっぱちょっと喉に刺激きちゃったみたいな、なんかハッてなりそうなやつは、ああなるほど、ちょっと抑えてはいますね当日は。そっか、なんていうんだよ、その刺激物じゃないけど、うん、は抑えてるかなぐらいですね。あとはね全然何でもしてるかもしれないです。そっか、まあ確かにずっと喋ってる。 ありますわ。何？ライブの前日に卓球は行かないことにしてます。卓球？卓球。なんで卓球？いや僕卓球は好きじゃないですか。知ってるよ、卓球前よ。知り合いとかと卓球行ってるんですけど、卓球ってね無意識にめっちゃ叫んじゃってるんですよ。ああそういうことが、点入った後とかね。卓球場もみんながカンコンカンコンしてみんなが喋ってるんで、どんどん無意識に大きい声出してて、あーなるほど、結構枯れることが多いんですよ次の日。あっていうのを2回ぐらいからやっちゃって、だからもう絶対卓球は前の日にはやらないっていうのだけ決めてますね。大事じゃない。1回そのちょっと明日あれだから、あの歌うのあるから
もう本当喋らずに卓球しますって言ってたんですけど、うん、バク楽しくなっちゃって、いやそれはそう、だからやっぱダメだってなってそっからやめてますね、うん、あ大事だね、うん、そういう自分の気持ちを抑えるのは大事だね。そうですね。俺今思ったのがさ、リリベとかさ、うん、あれもう1時間半ずっと声出してるじゃん。 あ、はい、あれは大丈夫なの？あれはね意外と大丈夫なんですよ。あそうなんだ。まあもともと喉が強くなったっていうのもあるんですよ。昔だと絶対枯れてたし、あなるほど、2公演とかは多分僕もう元々1公演の半分でも枯れそうだったんで、あだからそれも修行でなんとかできたのと、すごい、ね、出し方変えたんで、へそこはどんだけリリーベ空いてても次の日、今のスケジューリングもそうじゃないですか、リリーベライブみたいな。今それを考えてさ4月、うん、やばかったらって、うん、ライブリリーベライブリリーベってあったじゃん。そうですね。ラジオもやってるでしょ途中に、はい、喉めっちゃ強くなってんだ。強くなりました。俺たちリリーベであのずっと声飛ばしすぎると喉枯れるもん俺。あなんか言ってますよね、うん、さあさあうんってやしんどい時マジで俺こんな喉喋っ使ったっけな、うん、みたいな。だから僕的にはそのケイトがすごいな。その10ケイちゃんってその難民大抵の人じゃあんな音出せないんですよ。その爆音だし、しかもサービス精神も多いからもう一人一人にすごい爆音の高いキーを出してるんですけど、ね、しかも10ケイちゃん以外のさなんかいろいろやってるじゃん、はい、あーみたいなそうそう考えるとすごいね。すごいです。あでもあれに影響されて僕もやっちゃうんで、飛ばさないようにでもねそこまで考えてないかもしれないです、ね。すごいね。はい。リリーベが一番きついんだろうなと思って。いやだからそれは良かったです確かに。うん成長してるわ。はい良かったですよ。ケイトもすごいなって今分かった。逆にパフォーマー目線であります？俺してないこと、いやパフォーマー目線で聞くなら俺には聞かない方がいいと思うよね。確かに。なっちゃんとかすごい気をつけてるだろうし、うん、多分俺塚谷さんぐらいじゃない？何も気にしてないの。爆食いして直前にで昨日の横須賀のライブの前とかもさ、あのソータの差し入れのさマック、はい、あチキンタスタとなんかベーコンレタスだからレタスバーガーみたいなの2つ食べて、あ、はい、パイも食べて、あらお弁当も食べてめっちゃ食べてるお腹パンパンで出たよ。まあでもすごいな。あの前半のチューチュートレイン終わりにはもうだいぶ消化されてるから、はいやあもうお腹空いてきたなみたいな。すごい代謝いいですね。だから俺はマジで気にしてないかもしんない。逆に言ったら食べない方が危ない俺は。ああ体力的にも。そう。ああなるほどね。ジャンプしてる時とかなんか胃がずっと揺れてる感じする。え？ちょっと筋肉とかも考えれるし胃も考えれるタイプですか？なんかさジャンプしてるとさこうさすがに食べてたらなんか動いてる感じあるじゃん、はいはいはい、ジュンジュンジュンみたいな、はい、だ俺それで何も食べてないこう胃が揺れてんのが気持ち悪いのよ。そこまで考えたことないなんか入ってる方が気持ち悪くないですか？入ってる方がなんかグワンっていう重心が下に定まる。胃までダンスに入れてる怖っ結構マジで俺それね、俺の中であんのよ。だからあんなしないからダンス。そうで、あのすごいな、スープ系入れすぎるとお腹痛くなるから。あまあまあスープはね、ご飯とかそのちゃん食べる。あじゃあそういう感じだ。うん、だからそれはなんかやらないようにしてるのは食べないこと。あ逆にね、うん、エネルギーはちゃんと言ったらそうなるかも。あなるほどね、うん、面白いですね。でも確かにやらないことっていうのはそうやらないジャンル初めて聞かれたよね。確かに確かに。ありがとうございます。ホタルさん、はい、まあでも結構面白い角度の質問が今日たくさんありましたね。なんか話しがいがあったというか、はい、いつもあるけど。メッセージありがとうございました。ありがとうございます。 FM 大阪みんなで聴くラジオファンタスティックレディオ。 FM 大阪からファンタスティックスの沢本夏樹と中島壮太がお送りしてきましたみんなで聴くラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。いやーい、ありがとうございました。ありがとうございます。意外と読めた？メール読めましたね。そして膨らんだんじゃないですかね。だいぶ膨らんだよね一個一個本当はもっと見たかったけど、まあでもたくさんのね熱い返事をできたんで、ちょっとおもろいっすね。その筋肉考えるとか今で感じて踊ってる内臓とね筋肉をね。初めてじゃないですか、うん、これ言ったの。いや初めて。でも俺昔言われたんだよね、上京するときに、はい、その長野のダンスの先生に、あの人体模型のなんだろう、ね、構図を頭の中に入れとくと、うん、自分の体を意識しやすいよって言われて、一時期見せたかも。今全然覚えてないけど。でもそれが細かいところまでの手先とかあるかもしんない。ありそうですね。そうだから整体の人とかさ、トレーニングの人とかさ
筋肉がこうつながっててこうなんだよねって俺分かるのよ。だからそうそう、だから結構大事かもしれない。だから喋ってるんですね、マッサージの時とかも。あ、めっちゃ効く。あ、なるほど、ね、こことこうなってるじゃないですかみたいな。じゃあ意外とちゃんと体もケアしながらね、無意識にやってるんだと思う。マニアックなのが大事だ。ご飯食べてるだけとかじゃなくてちゃんとやってますあのバカみたいに食べてるだけじゃなくてちゃんとプロでしたよ本当に。まあ今後ともね、一緒にやっていこうかなと思います。はい、はい、番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしています。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。はい、そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。はい、そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ニューシングル「パノラマジェット」発売中でございます。よっ、こちらはたくさん盛り上げてください。お願いします、聴いてください。そしてファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプ開催決定でございます。ありがとうございます。6月10日土曜日、11日日曜日東京有明アリーナ、そして7月4日火曜日、5日水曜日は大阪城ホールにて開催でございます。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。さらに6月からファンファンファンタスティックスシーズン3の放送、そして8月から番組連動のライブステージバックトゥザメモリーズパート3が上演決定です。はい、そしてメンバーここでもいろんな活動をしてますので、今後の予定に関して詳しくはエグザイルとライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。はい、ということで今夜はファンタスティックスで MVP を聞きながらお別れです。いいですね。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間の相手はファンタスティックスのパフォーマー山本夏樹とボーカル中島ソザでした。バイバーイ。バイバーイ。遅れてきた。